百州武道具店の動画。愚かな人間どもよ、我が輩は魔界の王小手抜き麺太郎だ。お金とちょっと冷えた焼き芋が大好きな小学6年生だ。今日は我が輩がしもべにしているデビルフィッシュをお見せしよう。噛みつかれるから気をつけろ。百州武道具店のお店の前、ここにデビルご飯が隠されてるんだ。このデビルご飯を沼に放り込もうならもう大変だ。いでよデビルフィッシュ、眠りから目覚めるのだ。愉快愉快。あん、足濡れちゃった。冷たい冷たい冷たい。こんにちは、百州ブログでのがです。やってますか。もうよく皆さんから質問いただくんですよ。手の内ができない、スナップがない、冴えがない、どうしたらいいですか。僕もそう思って手の内の動画とかも出したんだけど、もしかしたらもっと基本のところ、竹刀の握り方が悪いんじゃない。まず自分の体に合った竹刀を手にしたら、一つ目のポイントは、ここの柄頭、ここの竹刀のお尻のところを手のひらのどこに当てるかなんですよ。これは、ここを当てるところっていうのは、手のへこんだとこ、ここ、ちょっとくぼみあるでしょ?ここのくぼんだとこあるでしょ?ここに、ここ。ここに、さっきの竹刀のお尻を当てるようにします。柄頭っていうね。ここにこう当てるようにして、持つと。これがまず一つ目。次は小指半掛けって話をします。小指は柄頭にかけるんだけど、ここ半分だけかけます。ここまでかけて、ここはもうかけない。この斜線のところはもう竹刀にかけない。こういう、ここに当てて、ここね、ここ握るときね、こうなってるでしょ。半分だけかけとく、半分だけかけとく、こういう握り方をします。これが小指半掛けって言います。竹刀の柄頭を手のひらのへこんだところ、そして小指は半分だけかける、この二つができるようになると、竹刀がね、ずれないんですよ。ずれない。その上、手の内が締まります。手の内を締めることができる。そして、竹刀を持つときに使う指っていうのは、主に小指と薬指で持ちます。そしてですね、この指とこの指、この指とこの指、この指とこの指だけで握るイメージですね。この指とこの指だけ。ここの3本は軽く添えるだけ。本当にこの2本ぐらいでしか持ってない。この見えてる3本っていうのは力を入れない。で、大事なことはおさらいだけど、全部の指、5本の指で竹刀を持ってしまうと、スナップは効かないんだよね。だから、小指半掛けで斜めに持って、この2本で持つイメージです。力の入れ具合で言ったら、バドミントンもそうだと思う。バドミントンも軽く持つでしょ?こういう斜めに持つでしょ?こうやって持つ人いないでしょ。こうやってバドミントンやる人いないでしょ。この手なんですよ。この手、この楽な手でスターン。竹刀は重たいからどうしてもこうなっちゃうんだけど、これをこう持れた人、バドミントンと同じ持ち方できた人、こういう子が手の内ができるんです。今度は右手ですね。右手はさっきの左手みたいにへこんだとこを当てるってのはないんだけど、一つ確認してほしいのが、人差し指がつばに軽く触れるぐらいなんです。ここ。ここここ。下側ね。竹刀の下側触れてるでしょ?そして上側。ここは指が2本開くぐらいなんですよ。こう見た方がいいかな。右手は下側、人差し指が軽くツバに触れる程度。そして今度この上側。上側実はここにね、隙間が開かないとダメなんですよ。どのぐらいの隙間か。指2本がここ隙間に入る。これぐらいの隙間は空いてないと、こう斜めに持てないんですよ。これね、これ。これが大切。下側はぴったり。上側はこれ。これ2本分、ここ開けとく。ここ開けとく。これで正しく持てるんです。この構えでやるから、手の内ができるんです。そしてこの竹刀を持つ力の入れ具合としては、ここで生卵を握るぐらいって言われてます。あれ意外と硬いぞ。割れないわ。あ、全然割れないわ。え、これちょっとなんかあれなんじゃない?教え間違ってんじゃないのこれ。ここで卵を割るなんてこれ無理かも。無理だ。いやでもイメージだよね。あれ昔の卵と今の卵違うのかな?め、割れない。ちょっと待って、相当力入れないと割れないわ。あ、割れないわ。ここの卵強い。めっちゃ強い。ここだけで割るなんてもう不可能じゃない?昔の教え不可能だわ。あー、こんな力入れろってこと?うわ、無理だ。無理だわ。結局小指と薬指じゃ卵は割れなかったんだけど、もう相当やったんだけどね。まあ要するにイメージだよね。卵を、生卵を握ってるかのごとく、優しく柔らかく持ってあげてください。そうすると手の内ができるようになりますって話です。
それで最後、つかの長さも見ておきましょう。つかの長さ、適正な長さっていうのは、肘に深頭を当てて、こう持った時に、人差し指がつばに軽く触れる程度って言われてます。もう一つのチェックの仕方は、握って、握って、握って、半分。握って、握って、握って、半分。三つ半。これが自分から攻めてもよし、応じてもよし、のつかの長さって言われてます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。